こんにちは、グルマンです。今日は宮古島2泊3日モデルコースをご紹介します。宮古島に行ったら何をしたらいいのか、どんなグルメを食べたらいいのか迷いませんか？そこで今回の動画では、グルメ旅系 YouTuber の僕が10時間もかけて調べた宮古島でこれだけはやっておきたいこと、食べておきたいグルメを皆さんが数十分でわかるようにまとめました。しっかりとリサーチした僕だからこそお伝えできる、予約困難なお店にスムーズに入る方法、高級宿にお得に宿泊する方法、飛行のチケットをお得に買う方法なども合わせてご紹介します。宮古島に行くときはとりあえずこの動画を見ておけばいいという動画に仕立て上げたので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルではお得な旅の情報を分かりやすく解説しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。僕たちは石垣島から宮古島へやってきました。飛行機と同じ地面を歩く感じが地方空港ならではの体験で楽しいですよね。僕たちは JAL の6600円のセールで航空チケットを購入しました。空港に着いたらまずはレンタカーを借りに行きましょう。到着ロビーにプラカードを掲げたレンタカー屋さんが大量にいるので、自分のレンタカー屋さんを探しましょうね。宮古島はレンタカーなしでも過ごすことはできるんですけど、あった方が効率よく回れるので、せっかくならレンタカーを借りるのがおすすめです。僕はオリックスレンタカーを使ったんですけど、楽天ポイントを貯めている方は楽天トラベル、ポンタポイントを貯めている方はジャランから予約するのがおすすめです。せっかく宮古島に来たからには、まずは宮古そばで腹ごしらえしましょう。数ある宮古そばの中でも、僕がガイドブックやいろいろなサイトを見てたどり着いたナンバーワンが大和食堂さんです。大和食堂さんは観光客にはもちろん、地元の方にも人気の宮古そば屋さんです。500円から800円ほどのお手頃価格でいただけるというところも嬉しいですよね。こちらが宮古そばのショーです。宮古そばは麺の下に具材が隠れています。この理由は、その昔年貢の取り立てが厳しい時代に贅沢をしていると目をつけられることもあったみたいで、その時にそばに具も入れられないほど貧しいと周囲にアピールするため、麺の下に具材を隠したと言われてるんですよ。宮古そばの特徴は、細く縮れのない平打ち麺であっさりとしていることです。このあっさり味が宮古島に来て初めての食事にぴったりです。美味しい宮古そばを楽しんだら、次は海とガーリックシュリンプを楽しめるハリーズシュリンプトラックに向かいましょう。ハリーズシュリンプトラックはハワイノースショア名物のガーリックシュリンプが宮古島で食べられるとして有名なお店です。黄色のスクールバスを改良したフードトラックで、本格的なハワイの味がいただけるとあって大人気の場所ですね。美味しいガーリックシュリンプも人気なんですけど、この黄色いスクールバスがフォトスポットなので、ここで記念写真をたくさん撮りましょう。ハリーズさんは岬のすぐ先端にあるので、少し歩いたところから綺麗な海を眺めることができます。またハリーズさんから歩いてすぐのところからは池間大橋も見ることができますよ。近くに展望台もあるので、展望台に登って池間大橋や綺麗な海を眺めるのもおすすめです。ハリーズさんを楽しんだら、池間大橋を渡ってカイミールへ向かいましょう。宮古島には観光客が橋を渡っていくべき島が3つあります。1つ目がこの北に位置する池間島、2つ目の栗間島、3つ目の伊良部島については後ほどご紹介しますね。カイミールさんはもちもちとした美味しい紅芋餅と屋上にある展望台が有名なお店です。見てください、この海の綺麗な輝き。池間島の海は池間ブルーと呼ばれていて、見る場所によって海の輝きが異なることでも有名です。この綺麗な海を見ていると心が洗われますよね。名物の紅芋餅は、甘すぎない甘さの紅芋と風味豊かなごまがいい感じにマッチしていて、非常に美味しかったです。池間島にはカイミールさんの他にも、ハート岩やイキズービーチ、フナクスビーチなど観光スポットがたくさんあるので、せっかく来たなら島を一周回っていろいろな観光スポットを見てから戻るという楽しみ方がおすすめです。
干潮時だけ行ける海の中の砂浜体験もここ池間島ならではの体験ですよ。池間大橋の隣にあるこの場所も写真スポットなので、ぜひ記念写真を撮ってくださいね。池間島を楽しんだら、次は宮古島を代表するリゾートホテル、シギラセブンマイルズリゾートへ向かいましょう。こちらのリゾートは東西なんと7マイル、つまり11キロもの広さがあります。坪数でいうと約130万坪もの広大な敷地で、敷地内には8つのホテルに加えてビーチ、プール、温泉施設、さらにはゴルフ場まであります。数多くのレストランも揃っているので、ここシギラリゾートだけで過ごせる広大なリゾートです。僕たちは8つあるホテルの中でもオールスイートルームであるアラマンダさんへ宿泊しました。こちらがウェルカムドリンクのマンゴージュースです。僕たちはアラマンダの本館スーペリアスイートルームに宿泊しました。さすがはスイートルームだけあって、70平方メートルほどの広さで広々としています。デイベッドもあって、テラスに出るとこの絶景が広がります。僕たちもホテルスタッフの方に写真を撮ってもらいましたよ。僕の友人にアラマンダで働いていた人がいるんですけど、その友人曰く、こちらのデイベッドが非常に人気とのことでした。特にファミリー層からは、子供がここで寝られるからという理由で大人気みたいですよ。アラマンダにはお部屋自体にプールやジャグジーがついているという部屋もあるんですけど、アラマンダの宿泊施設の中にプール、ジャグジー、子供用のプールもあるので、プールなしのお部屋に泊まっても楽しむことができます。夜ご飯はシギラリゾートの中にあるレストランでいただきましょう。シギラリゾートは広大な敷地なので、バスに乗って移動するスタイルです。こんなにも贅沢な空間はなかなか味わえないので、ここ宮古島ならではですよね。僕たちはシギラリゾートの中でもトップレベルで人気の焼肉がいただける竜宮園へ伺いました。竜宮園は宮古牛がいただける焼肉屋さんで、シギラリゾートの中でも予約が必須と言われるほど人気のお店です。ここで宮古牛について少し豆知識をご紹介します。宮古牛は宮古島地域で15ヶ月以上かけて育てられた幻の和牛です。宮古牛の子牛は母牛として県外や沖縄本島に出荷されて、その土地のブランド牛になってしまうので、年間約5000頭のうち宮古牛になれるのはなんと200頭しかいないと言われています。わずか 4% しか食べられない貴重な牛と思うと、より美味しくいただけますよね。ちなみに前回の石垣島動画でご紹介した石垣牛は年間約400頭なので、宮古牛は石垣牛よりもさらに希少です。竜宮園の前にはファンキーフラミンゴというライブスポットがあります。この非日常感が宮古島へ来たなという思いを加速させてくれます。音楽はなんと外にまで聞こえてきますよ。竜宮園とファンキーフラミンゴの間にはクロスポイントマーケットという大きな沖縄土産ショップがあります。こちらには琉球グラスから宮古島の塩を使ったおつまみなど、宮古島ならではのお土産がたくさん揃っているので、ここでお土産を買うのがおすすめです。一方、シギラリゾートには泊まりたい、だけど夜ご飯はなるべくお手頃価格で過ごしたいという方におすすめなのが、ヴィレッジ琉球の風というフードコートシステムのお店です。僕の行った時はパイカジという沖縄で有名な居酒屋さんだけだったんですけど、今は徐々に店舗が増えているみたいですよ。こちらは宮古そばを1つ1000円からいただけるなど、お手頃価格で楽しめるので覚えておいてくださいね。場所もシギラリゾートの中で比較的お手頃価格で泊まることのできるホテル、ブリーズベイマリーナというホテルの目の前なので、お手頃価格でシギラリゾートに泊まりたいという人にうってつけのお店です。1日目はこれでおやすみなさい。おはようございます。
2日目もしっかりと晴れてくれました。アラマンダホテルから眺めるこの素晴らしい景色はプライスレスですよね。こちらの素晴らしい景色はテラスからはもちろん、デイベッドやバスルームから眺めることもできます。それでは早速朝食会場へ向かいましょう。朝食会場は本館1階フロント前にあるマラルンガというレストランにていただきます。マラルンガでは冷房の効いた店内はもちろん、このシギラリゾートの絶景を楽しみながら朝食をいただけるテラス席もあります。特にテラス席が人気で早めに埋まってしまうので、テラス席で食べたいという人は早めに朝食会場に行くようにしてくださいね。マラルンガではパン、サンドイッチ、サラダ、フルーツ、ドーナツといったビュッフェの定番メニューはもちろん、チャンプルーやジーマーミー豆腐など宮古島らしいメニューもたくさんあります。さすがは全スイートのホテルと言えるほど満足度の高い朝食なので、ここでしっかりと食べてくださいね。ゆっくりと朝食をいただいたら、アラマンダのプールに入るのもよし、お部屋で少しゆっくりするのもよしという感じで、時間を過ごして9時30分まで待ちましょう。9時30分からはアラマンダ本館のお隣にてウミガメへの餌やりタイムがあります。ウミガメに餌をあげるという経験はここアラマンダさんならではの体験ですよね。ウミガメは1匹や2匹ではなく10匹くらいいて、ウミガメってこんなにもたくさんいるんだという驚きを覚えました。アラマンダに宿泊すると、同じくシギラリゾートの中にあるロープウェイの無料券がいただけるので、ウミガメの餌やりを楽しんだらロープウェイに向かいましょう。シギラリゾートではお昼の時間もシャトルバスが回っているので、こちらに乗って移動できます。ロープウェイ乗り場はシギラリゾートのビーチのお隣にあります。僕はビーチには入れなかったんですけど、ビーチに入りたいという人はこの後にご紹介するロープウェイに乗った後にビーチを楽しむのもおすすめです。こちらのビーチではカヌーなどのマリンアクティビティも堪能できるので、ぜひ楽しんでくださいね。このロープウェイは正式名称オーシャンスカイという名前で、全長なんと283メートル、沖縄県で唯一のペアリフトです。往復のリフトチケットをもらえるので、僕みたいに下から上に登った後、上から下に下っても、上から下に下った後に下から上に登ってもどちらでもいいんですけど、上からの景色の方が圧倒的に気持ちいいので、せっかく行くなら僕みたいに下から上に登った後に上から下に下るという順番がおすすめです。ロープウェイを楽しんだら近くのホテルに行ってみるのもあり、自分のプールで過ごすのもあり、ビーチで過ごすのもあり、ホテルの中でまったりと過ごすのもありという形でチェックアウトまで楽しみましょう。僕はホテル予約サイト1級のダイヤモンド特典でレイトチェックアウトとお菓子のギフトをいただきましたよ。石垣島の動画でもご紹介した通り、1級は旅好きグルメ好きなら必ず利用したいサイトなので、せっかく宮古島のホテルを予約するなら一級経営で予約するのがおすすめです。シギラリゾートを思いっきり楽しんだら、次はインギャーマリンガーデンへ向かいましょう。インギャーマリンガーデンは天然の入り江になっている地形を生かした海浜公園です。静かなビーチを囲むような岩山があり、遊歩道や展望スペースもある人気スポットですね。インギャーとは囲まれた湧き水という意味です。入り江から地下水が湧き出ていることからその名前がついたみたいですよ。今映しているこの右側が囲まれたビーチですね。天然のプールのようなもので、波がなく穏やかなので、お子様連れの海水浴に最適なビーチと言われています。静かな入り江を囲む岩山は散策できる遊歩道が伸びているので、高さ約30メートルほどの岩山の頂上付近を目指して歩きましょう。展望台から見る東シナ海は言葉を失うほどの絶景です。宮古島でもここが一番と押す人も多いスポットで、もちろんこの施設も無料で楽しめるので、ぜひ行ってみてくださいね。インギャーマリンガーデンで絶景を楽しんだら、次はダグズバーガーへ向かいましょう。ダグズバーガーは2011年のオープン以来、地産地消にこだわり、着色料、添加物、化学調味料は一切不使用、
という安心安全のハンバーガーが売りの店です。お店の2大看板は宮古島の名産キハダマグロを使用したダグズツナステーキバーガー、宮古島のお隣タラマ島のタラマ牛を使ったダグズプレミアムタラマ牛ノーベジチーズバーガーです。タラマ牛を使ったバーガーは肉汁たっぷりタイプではなく、お肉の旨味そのものを感じられます。タラマ牛は古戦闘しか飼育されていない非常に希少性の高い牛肉なので、ここダグズバーガーでこそ食べたいバーガーですよ。前回の石垣動画と合わせて、これで石垣牛、宮古牛、タラマ牛という南国でしか食べられない三大希少牛肉をすべて制覇できますね。ダグズバーガーはかなりの人気店で、予約しないと1時間待ちということもあるので、必ず前日までに電話予約しておきましょう。僕はアラマンダホテルにいるときに予約しておきました。ダグズバーガーさんで美味しいハンバーガーをいただいたら、次は楽園の果実さんへ向かいましょう。楽園の果実さんへ向かうこの橋は宮古島で通りたい橋トップ3の2つ目、クリマ大橋です。このクリマ大橋から眺める景色もすごく美しくて、心がまた洗われます。楽園の果実さんは栗間島にあるフルーツパフェが有名なお店です。僕たちはマンゴージュースとメロンパフェをいただきました。マンゴージュースは非常に濃厚なマンゴーで、マンゴーをしっかりと感じられます。そしてこちらがメロンパフェです。メロンが綺麗に刺さっていて、見た目も美しいですよね。肝心のお味も濃厚なメロンを感じることができて、すごく美味しかったです。皆さんも栗間島に行ったら、ぜひ楽園の果実さんへも行ってみてくださいね。楽園の果実さんで美味しいフルーツパフェをいただいたら、2泊目に泊まる宮古島東急ホテルへ向かいましょう。石垣島の時は高級ホテルはふさきリゾート ANA インターコンチネンタルの2択だったんですけど、宮古島には人気のホテルがたくさんあります。ものすごく時間をかけて調べた僕がいいなと思ったのは、例えば一泊目に泊まったシーラリゾートのアラマンダ、マリオット系列のイラフスイ、クリマ島にあるシーウッドホテル、最近できたヒルトン宮古島、そしてこの東急ホテルでした。中でもやはり宮古島で一番のリゾートという観点でアラマンダを選んで、東洋一美しいビーチと呼ばれる与那覇前浜ビーチを使ってみたいという理由で東急ホテルを選びました。東急ホテルで水着に着替えたらブルーホヌへ向かいましょう。ブルーホヌでは事前に予約することでパラセーリングをすることができます。いやいやグルマンさん、私アクティビティは好きじゃないからパラセーリングはやらないよという方、騙されたと思って一度やってみてください。僕もアクティブな方ではないんですけど、パラセーリングは宮古島に行って一番やってよかったと心から思う体験でした。それでは実際にパラセーリングしてみますよ。出発です。どうですか、この宮古島の海の上から眺める景色。こんなにも綺麗な海は宮古島ならではですよね。宮古島でパラセーリングを行える場所はたくさんあるんですけど、いろいろなサイトを見た結果、僕は一番口コミの良かったブルーホヌさんを選びました。実際に利用した感想としては本当に良かったと思っていて、スタッフさんの対応もものすごく素敵で、かつ先ほど映したみたいに自分のスマートフォンで出発のシーンを撮ってくれるといったサービスもありました。この綺麗な海の上から眺める景色はパラセーリングでしか味わえない景色ですよね。パラセーリングに乗ること自体は全然体力も使わないので、アクティブじゃない人も挑戦してみてくださいね。ブルーホヌさんで思いっきりパラセーリングを楽しんだら、東急ホテルに戻って服を着替えてから夜ご飯に向かいましょう。夜ご飯は出入り口さんにていただきました。宮古島には美味しくて有名な居酒屋さんがたくさんあるんですけど、中でも出入り口さんは店員さんの接客がすごく素敵ということで有名なお家です。入り口で温かく出迎えてもらった後は、席に着いた時に日焼けに効くアロマジェルを持ってきてくれました。
こういう細かいおもてなしもすごく嬉しいですよね。メニューは本マグロや赤エビといったお魚メニューから宮古牛のハンバーグサイコロステーキなどお肉メニューまで幅広いメニューが揃っています。ドリンクも1杯500円ぐらいとお手頃価格ですね。出入り口さんは口コミでも店員さんの接客が素敵というコメントが多く、レビュー評価が非常に高いお店です。実際に僕が行っても常に満席ですごく混み合っているのに、お客さんのことをよく見て接客されていました。肝心のお味もどのお料理もすごく美味しくて、たくさん食べて飲んでも一人4000円ぐらいで楽しめるお店なので、宮古島に行ったらもう一度行きたいと心から思えるお店でした。宮古島には民謡を楽しめるお店もあるんですけど、僕みたいに静かにゆっくりと食べたいなというタイプの人は出入り口さんがすごくおすすめですよ。帰る時にはなんと雪塩ちんすこまでお土産としていただきました。出入り口さんで美味しいお料理をいただいたら、2軒目は島おでん宝さんに向かいましょう。出入り口さんから宝さんへは歩いて3分くらいで着くことができます。宝さんは宮古島の地元の方にも大人気の島おでん屋さんです。中でも特に有名なのは左上のおでん盛り合わせなので、こちらは必ず頼みましょう。沖縄では締めにステーキという文化があるので、ステーキも揃っています。こちらが宝さん名物のおでん盛り合わせです。宝さんのおでんには手びちという豚足が入っています。これが島おでんの名物で、とろっとろに煮込まれた手びちは豚肉の甘さと旨味が感じられます。宮古島って暑いのにおでんなの？と思うかもしれないんですけど、島おでんというジャンルがあって、その中でも宝さんは一番有名です。せっかく宮古島に行ったなら、ぜひ有名な宝さんに行ってみてくださいね。地元の方に愛されるお店だけあって、価格も一人3000円ぐらいとお手頃価格でいただきますよ。ものすごく大人気のお店で、行ったら満足すること間違いなしです。出入口さんと島おでん宝さんでお腹いっぱいになったら、今日の宿泊ホテルである宮古島東急ホテルに向かいます。僕たちはこの東急ホテルにて、夜の綺麗なプールの散策とともにバームーンシェルにてお酒を軽く一杯いただきました。2日目はこれでおやすみなさい。おはようございます。1日目2日目に続いて3日目もしっかりと晴れてくれました。お部屋から爽やかな眺めを楽しんだら、早速朝食会場へ向かいましょう。東急ホテルのビュッフェもサラダ、フルーツ、パンからオムレツ、ウィンナーまで幅広い種類が揃っています。1泊目に泊まったアラマンダさんが比較的若いカップルが多いのに対して、2泊目に泊まった東急さんはお子様連れのファミリーやご年配のご夫婦といった層が多いので、朝食も伝統的な味わいです。美味しい朝食を楽しんだら、東急ホテルのプールビーチに向かいましょう。東急ホテルはファミリーにも優しいホテルなので、お子様用のプールもあります。そしてこちらが東急ホテルから歩いて行ける与那覇前浜ビーチです。与那覇前浜ビーチは東洋一美しいビーチと呼ばれるビーチで、宮古島に行ったなら必ず訪れるべきスポットです。僕がここに来て驚いたのは、普通のビーチは砂がジャリジャリとしていることが多いと思うんですけど、与那覇前浜ビーチの砂はきめ細かくて、素足でも全然痛くなかったことです。透き通った青い海の綺麗さ、砂浜のきめ細やかさ、どれをとってもすごく感動したビーチなので、ここはぜひ行ってほしいです。この与那覇前浜ビーチだけをとっても、僕は東急に泊まって本当に良かったと思えるビーチでしたよ。せっかくなので、僕と奥さんはサップという立ちこぎボートにチャレンジしました。こちらは体幹を使う結構難しいアクティビティだったんですけど、沖縄でしかできない体験なので、やってよかったと思えるアクティビティでしたよ。東急ホテルに泊まるとマイパリの無料チケットをもらえるので、東急ホテルでプールとビーチを楽しんだ後はマイパリへ向かいましょう。マイパリではマンゴージュースをウェルカムドリンクとしてもらえるので、せっかく東急ホテルに泊まった方は行ってみてくださいね。マイパリでは宮古島でも珍しいヤシの木、パイナップル畑、バナナ畑などがあり、
南国ムード満点の園内をゴルフカートに乗ってゆっくりと巡ることができます。マイパリで美味しいドリンクを楽しんだら、次は戸口の浜へ向かいましょう。戸口の浜へ向かうときに通るこの橋が、宮古島で渡るべき橋トップ3の3番目、伊良部大橋です。伊良部大橋は2015年に開業して、今や宮古島のシンボルと呼ばれている絶景の橋です。日本の中でも島と島をつなぐ最長の橋で、渡る楽しさも人気なんですけど、この綺麗な橋を眺めることも人気のスポットです。さあ、それでは戸口の浜に着きました。戸口の浜ビーチは、先ほどご紹介した与那覇前浜ビーチに劣らぬ美しさを誇るとして、宮古島でも屈指の有名なビーチです。ここまで宮古島のビーチを数多く紹介してきて、僕が思った共通点が一つあります。それは、宮古島の海は海臭さが全くないことです。湘南などのビーチに行くと少し海らしい匂いがすると思うんですけど、宮古島の海はどこに行っても海臭さが全くありませんでした。戸口の浜で綺麗なビーチを楽しんだら、次は中ゆくい商店へ向かいましょう。こちらはサーターアンダギーが有名なお店です。ただ僕が行った時はこんなにも並んでいて、店員さんに聞いたところ1時間ぐらい待つと言われたので、僕は諦めてしまいました。待ってでも食べたいという人はぜひ食べてみてくださいね。中ゆくい商店さんでサーターアンダギーを楽しんだら、次はワンセブンエンドへ向かいましょう。ここは LCC が利用する空港のすぐ近くにあるスポットで、飛行機が真上を通過する写真を撮れることで有名なスポットです。その写真を撮りたい人は、飛行機の着陸時間を調べてその前からスタンバイしておくのがおすすめです。ただワンセブンエンドは、車を降りてから先端まで10分くらい歩いて、飛行機を待つ時間を考えると1時間くらいかかるので、普通の人はワンセブンエンドに来たぞという事実だけでも十分旅行の思い出になると思いますよ。僕は3時30分宮古空港初の飛行機だったので、ワンセブンエンドを楽しんだ後、空港へ向かいました。僕は普段空港のグルメはご紹介しないんですけど、ここ宮古空港で食べた長寿屋という宮古そばのお店はすごく美味しかったので、宮古島の市内で宮古そばを食べる時間がなかったという人は、ここ宮古空港の長寿屋さんで宮古そばを食べるのがおすすめです。ちなみに若い女性のグループで来ている人たちは、この雪塩ソフトクリームを一人一つ食べて帰っていましたよ。ぜひ参考にしてみてくださいね。ここで今回宿泊したホテルの料金をお伝えします。僕は平日に大人2名、朝食付きで泊まって、アラマンダさんが5万円、東急ホテルさんが3万円でした。最後に、宮古島に行くにあたって重要なポイント、必要なものについてご紹介します。まず重要なポイントとしては、宮古島の飲食店は石垣島ほどではないんですけど、人気店はすぐに予約で埋まってしまいます。なので、僕のご紹介した竜宮園や出入口さんに行くときも、旅行が決まった段階で早めに予約しておきましょう。また宮古島のお店は営業日のはずなのに急にお休みというお店が多いので、行く前に電話をして営業しているかを確認しましょう。そして必要な持ち物としては3つ。1つ目がポータブル充電器です。宮古島は写真を撮ることが多いのに充電スポットが少ないので、すぐに充電がなくなります。一度しかない旅の思い出を残すためにも、ポータブル充電器を持っていくのがおすすめです。2つ目は日焼け止めです。宮古島は曇りの日でも東京や大阪の倍以上の紫外線が飛んでいるので、必ず日焼け止めは塗ってくださいね。そして3つ目がラッシュガードです。日焼け止めを塗っても半袖で過ごすとものすごく腕が痛くなるので、ラッシュガードを着て過ごしましょう。飲食店に入るときもこちらを上に着ればいいので便利ですよ。そんなこと言われてもどれを買えばいいのかわからないという人には、僕が実際に使っているものを概要欄に載せておくので、そちらから購入してみてくださいね。以上が宮古島2泊3日モデルコースでした。次の動画もお楽しみに。これからもおすすめの旅を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。インスタグラムをやっているので、概要欄のリンクからフォローしてくださいね。
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の旅で。